いどうも毎日ポジティブ427回目でございます。そう、私がスーパーポジティブティーチャー福です。よろしくお願いいたします。さあ、本日のお話なんですけども、本日はですね、昨日の営業のお話ではなくて、最近ですね、ある相談事をちょっと受けまして、その方のですね、相談事はこのような相談事でした。今コロナの時期で非常に飲食店厳しい状況に追い込まれていると。ただその反面ですね、今お店を出そうとすれば初期費用が非常に少なくですね、いい物件が安く手に入る可能性があると。だから今飲食店をオープンしたいんだというですね、そこで、まあ、僕がですね、今経営者としてお店を運営しているので、いろいろですね、僕に質問をしたいという方がいらっしゃいました。で、いろいろ僕が考えるですね、今の飲食店、それとこれからの飲食店、他店舗の飲食店、個人店のメリットデメリットみたいなことをですね、いろいろお話をしたんですけども、まあ、最終的に僕は何でもですね、こういうような結構こういう相談は受けるんですよ。実際、僕もお店持ちたいんですけど、どうやってお店を持てばいいですかとか、どういうふうにやるとうまくいくんですかとか、いろいろですね受けるんですけども、本当にこれ一つだけなんです。これ飲食とかだけには限らずですね、自分で独立したいとか、自分で何かをやりたいとか、そういう人も全部共通する一つのことがあるんです。もう本当僕はこれだけね、持ってれば、いや行ってこい、いや絶対ね、後悔しないように、頑張ってこいって言うんですけど、逆にこれが一個なければ、いやそれならやめた方がいいよと、間違いなくやめた方がいいというふうに、どんなに素晴らしいね、その内容のお店の設計だとか、お店のね、そういうプランニングだとかね、そういうものがあったとしても、これがなかったらやめた方がいいよというのが一つあります。これをね、今日皆さんにちょっとお伝えしたいなと思います。ね、皆さん何だと思うんでしょうかね。これさえあればね、僕はすごくは、もうね、背中を押せるし、逆にこれがないんだったら、いかにどれだけ素晴らしいね、プランニングがあったとしても、いや、それやめとけよというかと。ね。もう2つの漢字で表せられますね。答えに行きましょう。覚悟です。覚悟があるかないかですよ。僕もね、お店を出すときに、いろんな人にね、いろんなこと言われました。今のそんなお前の考えじゃね、甘いと、うまくいかないよというふうに言われたこともありました。そこの物件やめた方がいいと、ね、地下の1階なんてね、どうやってもうまくいかないんだよと言われたこともありました。そんなね、そんなコンセプトだったら、普通に考えてもうまくいくわけないだろうと、こうにした方がいいよとかね、いっぱい言われましたけど、でも僕は覚悟があったんですよ。絶対にうまくいくっていう覚悟があったんです。間違いない。どんな場所でも、新宿 で出せるんだったら、どんなもう雑居ビルの6階でも7階でも、もう地下の3階でも4階でも、これさえね、お店さえ出せば絶対売れる自信があったんです。覚悟をね、決めてたんですよ。そのためにもちろんね、その覚悟ができるまでにいっぱいいろんなことをしました。5カ年計画で5年間ね、自分がお店を出すために足りないスキルを全部書き出して、その5年間の間で、そのスキルをね全部、会社で お金をもらいながらね、転職しながら、そこで、自分が欲しいねノウハウをしっかりとね、自分で勉強したりとか、まあ、そういうふうにね、覚悟をより強めるために動けたんです。なので、どんなね、いや、そんなのうまくいかないよということではあっても、絶対できるよと。俺ならできる、負けない、その気持ちさえあれば、もしうまくいかなかったとしても修正できるんですよ。よし、
今これうまくいかなかったけど、こうに次やってみようと、これもやってみようと、もう行動的にどんどん新しいものをどんどん生み出せるんですね。でもこの覚悟が足りないと、すぐに不安になって、すぐにね、あーやっぱり無理だったんだ、あーダメだったんだ、こう動きが止まるんです、行動が止まるんです。それじゃね、何でもうまくいかないんですよ。だから一つ、絶対できる、絶対やるんだというね、誰に何と言われようともできるという気持ちがあれば、覚悟さえあればですね、僕は背中を押したいですね。その覚悟さえあればとね、なんとかね、もう最初は見切り発車かもしれないけども、その中で全力で行動し続けたらなんとかなりますから。実際僕もこの店なんとかなってるんで、はい、そんな大したね お金をね、借りてもなかったし、大してね僕は運転資金もなかったかもしれなかったんですよ。それでもね、なんとかなったっていうのは、毎日考えて、毎日新たなねチャレンジをし続けて、それをね、それをずっとノートに書き続けてね、そして今まで培ったものをね見返して、それ以外にもいろんな本を読んだりとかして勉強して、そしてまたチャレンジして、失敗しての繰り返しをしたら、なんとかねもうすぐね5年目を迎える、ねこの居酒屋が出来上がったと。やりたいこともね、お笑いの仕事、お笑いのことやりたいって言ったらお笑い芸人もなれたし、講演会のね講演家としてやりたいって言ったら講演活動も何度もできたし、結婚したいなと思ったら結婚もできたし、やっぱりここに全てはねこの覚悟しかないんじゃないかなと僕は思ってます。このね今のコロナの時期で非常にね、不安な思いをされて、もうこれから先行き不安、もうどうしようという方もいらっしゃると思いますね。めちゃめちゃもう今追い込まれている人もいると思います。でもね、絶対にこの状況ね、打破できるという強い気持ちを持ってね、一日一日をしっかりと行動して、失敗してもいい、それでも前に進んでいくっていうね強い気持ちさえあれば、きっと応援してくれてる人、応援してくれる人もね、いるはずだし、今 SNS っていうのもありますから、そういう自分が今頑張ってることをね、ちょっとでも、ね、日記でも何でもいいです、ブログでもいいです、なんか書き続けてれば、見てる人がねなんか分かんないけど応援したいなとか、あなんか分かんないけどその人にね、こういうチャンスをあげたいなと思いますので、この覚悟をですね、ぜひとも持って新しいことにねチャレンジしていっていただければ、きっとねいい成果が得られるんじゃないかと思って、今日はこんな話をさせていただきました。ということで、以上毎日ポジティブ427回目でございました。ご視聴ありがとうございます。